はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。ここまでですね、まあ連合につくか枢軸につくか、まあどっちにつこうかなと日和見をしていたんですが、まあ連合寄りの民主化の政策をとっていたところですね、日本から宣戦布告を受けるというところで、現在は連合国に属して、マレー半島に上陸した日本軍と対決するべく、国境沿いに陸軍を集めているという状態になります。では早速続きをプレイしていきたいと思います。まあ、まだね、大国軍と日本軍で本格的な戦闘にはなっていないんですが、いつ、仕掛けられてもおかしくないかなという状況ではありますからね。まあ、特にね、資源不足になっているところに関しては、しっかり資源をね、補充していくっていう動きもしていかなきゃいけないかなと。いうふうには思っています。発展型か、発展型の野戦砲を入れると284日、まあ約1年もかかるの、これはちょっと厳しいよな。かといって対戦車砲が必要かと言われれば、なんか今必要なさそうだしな。ドクトリンはどこまで研究が進んでいるかというと、今まさに研究中ですよね。いや、そんなことないな。ドクトリンの研究入れときましょうか。まあ、これも216日かかるっていう意味では、どうなんだいというのはありますけどね。で、建設の状況をおさらいしておくとだ。シャム、まあ、つまりタイで今インフラの整備中ですね。軍事工場ないし、民事工場を、まあ、作れなくはないわけだな、一個ずつ。そうすると、造船所一つ。さらに民事工場を一つ追加しておきましょう。まあ、これで少しはね、貧弱な海軍の戦力を増強できるかなというふうには思ってます。まあ、海軍戦力でね、そのいわゆる日本海軍とまともに戦えるとは思えないんですが、今だと駆逐艦一隻のみで、この駆逐艦がね、まあ、虎の子の駆逐艦というところで、今は船団護衛、この任務についてるんですけど、もうすでにね、日本海軍が進出してきているので、戦闘に巻き込まれる可能性も高いと。まあ、現にね、今日本海軍、この台湾を、まあ我が海域かのように航行してますけど、これとね、まともに戦って勝てる相手ではないので。で、日本軍はこの後どういう動きをするのかっていうのがちょっと読めないよな。で、無線の研究が終わったので、次の研究に入りましょうか。一つはここでしょう。そうすると、レーダー基地を有効化するって言ってもな、正直言ってその余裕がないからな、敷地的な面積。理由とね。
って考えると海軍に行ってもね、でも駆逐艦なんて建造する余裕ないしな。どうする？駆逐艦を作る余裕全くないですからね。結局のところ駆逐艦を作る鉄がないんでどうにもならないっていうね。そしたら工業、集中工業の4を入れておきましょう。お、ついに戦闘が始まってるな。これ見るとどうなんだろう。陸軍同士の戦いではあるものの、ここの戦闘とかを見ると、ついに日本陸軍と海戦の状態になりましたね。こうなるとマレー半島が心配だよな。とにかくね、国境を守りましょう。そうなると前線に補給するためのインフラの整備もう重要になってくるけど、今建設の順番で言うと、海軍工廠、まあ、造船所が一番上に来ていて、その後インフラ、作りかけのインフラ、作りかけって言ってもね、全然作られてないですけど、インフラと、あとは、最後に民主工廠だな。押し込まれないことが重要だからね、ここは。ちょっとバンコクがガラ空きになってるのが心配だけど。バンコクにはちょっと自動車化大隊、一個大隊を置いておきますか。で、徴兵のスピードがどうなってるかというと、ちょっと徴兵制度を変えていくっていうのは手にはなりますね。生産のスピードが落ちるとは言われているとか、落ちちゃいますけど、どうする？今、大規模徴兵にするか、ただ、これにすると、どうなんだろうね。今は限定的徴兵でしょ？で、志願兵のみになるとちょっと下がっちゃって、大規模徴兵にすると徴兵化の人口が 5% まで増えると。いや、これはもう今戦時中なんで大規模徴兵に変えよう。変えて、徴兵のスピードを上げていきましょう。計算機の研究が完了したんで、次のものに入っていきましょう。計算機の次でしょ？そうするとだ。改良計算機入れておきますか？
さあ、では我らが大国軍も進攻して、この東南アジアの名所を目指して進んでいきましょう。とりあえずカンボジアの解放だな。で、その後カンボジアを解放したらベトナムと、さらにはラオス、こんな感じで進撃して、まずは日本軍を駆逐しましょう。で、怖いのがやっぱマレー半島なんだよな。この辺りにね、日本軍が強襲揚陸艇で上陸してくる、強襲上陸かけてくるっていうのはね、一番怖いんですよね。さあ、順調に、どうですか？この辺りは。戦闘が推移しているようにも見えるけど、日本軍とね、本格的な交戦に入ってますからね。まあ、こうなってくるとやっぱり前線に補給するためのしっかりとしたインフラの整備が重要になってきますよね。まあ、今更ではあるんですが。まあでもここまではね、日本軍相手にいい戦いをしてるんじゃないの？で、日本軍は今どういう戦いをしてるかというと、相変わらず満州から進出してる感じだな。で、アメリカ軍はまだ参戦してないでいいんだよね。連合国軍側の陣容をちょっと見ておきましょうか。アメリカはまだ陣営は未加入ですね、ルーズベルトは。まあ、次々にね、これを見ていると、イギリス領インド帝国から、
イギリス軍が増援に来てくれてるんで、そう簡単にね、日本軍に押し込まれることもこのまま推移すればなさそうかなとは思うんですけど、まあ日本軍はね、海軍が強いんで、海からね攻撃を受けるとちょっときついかなっていうねところもありますけど、今のところは大丈夫かな。鉄が取れるところがやっぱちょっと近隣だとあんまりないんだよね。となるととりあえずゴムを確保して、まあ、さらには資源をねタングステン等々取りに行くっていう感じかな。鉄が取れるところまでってなるとだいぶ日本軍相手に奮戦しないときついんだな。まあ、徐々にではありますけど前線を押し上げていってはいるんで、このままねインドシナ半島インドシナ全域をタイが確保して、まさに東南アジアの名手たる位置を確保したいですよね。確立したい、確固たるものにしたい。いや、この辺りはでもあれだな。日本軍は1師団でも十分な戦闘力を発揮するだけのドクトリンが開発されてるから強いな。日本軍がね、こうやって本気を出してくると本当に強そうだわ。1個師団であっても。確実にちょっとずつね、インドシナ進出かけてますからね。まあレンドリースのね話は出てきてはいるんですけど、結局今生存のラインを見てみるとわかるんですけど、輸送船の数が全然足りてないんですよね。なんで、まあ、輸送船を積極的に作っていかなきゃいけないっていうところがあるんで、まず最優先で輸送船ですね。で、これ改良型の野戦砲、備蓄が680もあるってなると一旦外そう。必要ない。で、貿易を見ておく。と今足りていないのが鉄が3足りないが困ったな。
軍需工場で何か作れると言われてもね。まあ、そうだな。まあ、野戦砲1個だけでも作っとく？じゃあ。備蓄は十分にあるんでね。不要かなという気もしますけど。で、軍需工場1個民需工場に建て替えましょう。まあ、日本軍と本格的な戦闘になってるけど、数では有利でも圧倒的に押し切れるっていう状態ではないな、やっぱりこれ見ててもね。はい、ではですね、ちょっと膠着状態になってますんで、一旦ここで、今回は終わりにして、次回以降もうちょっとね、何か考えながら進めていく必要があるかなというふうに思いますので、そのあたりをねプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。